プロジェクトという名前をつけて限定してしまうと、うん、とても実はやりにくいんです。で、仕方がなしにありがとうバスプロジェクトとつけましたが、うん、東京や大阪から直接ここにバスを走らせて、でここで泊まってもらって、でボランティア活動をしたり、観光でお金を落としてもらったりして、また快適に帰ってもらうっていうだけの話なんですけど、その通り今日もそうなんですが、6名のボランティアさんが関与に行きたいんだけど足がないんですよ。なるほど、という足ですね。はい。で、本来ならば、そのボランティアを頼んだ漁師さんが自己責任で自分の車で送ってけっていう考え方もありますよ、はい、でも何かの都合でそれができなかったりすると、誰かがサポートしなきゃいけなくなります。急にね、足がなくなっちゃう。それから、例えばここの出身者が実家のお父さんとお母さんと一日過ごしたいと思って週末に休みを取ります、はい、と、その時に、実際に両親と話をする時間は3時間半です。この現象を何とかできないかなと。そうですね、確かに。あまりにもその交通機関も本当にやられすぎて、うん、公共の足っていうのは全くなくなっちゃってるんです。本当ならば僕はこれを行政がやってほしいんです。ね、そうです、うん、だから1年の間にもうやることが変わるんですよ。そうすると息の長いプロジェクトをとかってやってたら、はいはい、もう当然終わってるわけだし、うんうんうん、だけどニーズも変われば、うん、生活環境も変われば、はい、どんどんこう変化していくんですよ。そうですね、でそれに合わせてやることを何と呼んでいいんだろうかって、やっぱ呼び名って必要ですよね。誰かしらにこうお伝えする、ね、伝えるために、はい、でその呼び名をまだ思いついていないので、まあ、あえて言えばこの宇多津支援センターですかね。そうです。